俳優の佐藤寛太、劇団エグザイルが映画、聖火、8月1日公開に友情出演することが19日、分かった。左から佐藤寛太、佐野勇斗同作は、難波敦子による人気コミックを映画化。夏休みの間、大自然に囲まれた祖母の家で過ごすことになった都会育ちの女子高生。リオ、青井若菜、と、地元の高校生、金蔵、佐野勇斗、が一夏の恋に落ちていく。今年だけで、私にかけるかけるしなさい、家族の話、走れ、T 校バスケット部、そして、HIGH。シリーズのスピンオフ映画、DTC 湯けむり純情編 from HIGH。金蔵の実家が営む酒屋、伊豆屋に立ち寄る、都会から田舎に遊びに来た男性を演じ、同じく友情出演する人気声優、まなみとも共演した。今回は、佐藤が同作のメガホンを取った古澤武監督の映画、恋と嘘、2017年公開に出演していたことから友情出演に。撮影現場では古澤監督からの要望に即座に対応し、スムーズに終了し、ムードメーカーとして現場を盛り上げた。また、走れ。T 校バスケット部、2018年秋公開、で共演した佐野とは、久々の、再会を果たし、休憩時間も会話したりと一緒に三重の自然の中での撮影を楽しんだ。佐藤寛太コメント皆さんこんにちは、佐藤寛太です。ご縁のある古澤監督に呼んでいただき、友情出演という形で映画、青夏に携わらせていただきました。ワンシーンではありますが、佐野優斗くんと共演させていただき嬉しかったです。緑に囲まれた自然の中での撮影楽しかったです。ぜひ劇場でご覧ください。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。